こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く分かりやすく解説しています。週数回程度不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回のテーマは、実戦経験のない軍隊は弱いのかです。たまにコメント欄で、実戦経験をしていない軍隊は弱いとか、使い物にならないのではないかといったご意見やご質問をいただくことがあります。このテーマを考える上で、そもそもなぜ実戦経験を積んだ軍隊が強いと思えるのかというところを整理する必要があるでしょう。軍隊の強さを測るとき、物質的な面と精神的な面の両方を見なければなりません。物質的な面とは、兵員の数や質、兵器の量や質、さらにはそれを支える兵団が整備されているかといったことで、精神的な面とは、軍隊の士気や規律、指揮官の勇気などでしょう。そして実戦によって得られる最も有用なものは教訓です。実戦の歴史である戦史に基づかない理論は、机上の空論に過ぎません。戦争を研究する学問である軍事学を学ぶ上で、戦史は外すことができない分野であると言えます。なぜかというと、戦争という行為の中には、ありとあらゆる要素が詰め込まれているからで、そもそも戦争とは何か、といった根本的なことを考えるだけでも、過去の戦争から本質を抜き出さなければ、論じることさえできないからです。私がたびたび戦史を引用して説明するのは、これが理由ですね。戦争の難しいところは、19世紀の軍人、クラウゼビッツがその著書戦争論で、戦場の霧と表現した不確定要素を含むこと。また戦争には、情報伝達の齟齬といった内的なもの、敵軍が予想外の行動を取ることによって発生する外的なもの、さらに気候や地形などといった環境的なものなど、戦争の遂行を邪魔する要因が数多く潜んでいます。こうした机上の計画を実行に移す際に邪魔になる要因を、まとめてクラウゼビッツは摩擦と呼びました。将棋やチェスのようなボードゲームであれば、すべての情報が両方の指し手に公開されているので、戦場の霧は存在しませんし、駒は指し手の思うように動かすことができるため、摩擦も存在しません。しかし戦争はそうではなく、見えない情報が戦場に存在している以上、ある程度までは偵察などによって情報を集め、理によって解明することはできますが、最終的には博打的な運の要素を完全に排除することはできません。将棋なら相手が悪手を指せば、それを咎める最善手が存在することが分かっていますが、これは全体が見えているからこそ悪手であることが分かるだけのことで、戦場の霧に包まれた戦争では、相手が不合理な行動をしてもそれを咎めることができないことがまあまああります。また将棋の駒は指し手の意図した通りに動きますが、戦争における兵士は摩擦によって指揮官の思うようには動いてくれません。見えない情報である戦場の霧や指揮官の思い通りに軍隊を動かせない摩擦は、戦場で実際に体験してみないと理解するのが難しいとクラウゼビッツは述べています。戦場の霧や摩擦に直面した時、指揮官に求められるのは、冷静に状況を分析すること、そして決断すべき時に決断する勇気です。戦場では自分の部下や自分自身も危険にさらされますので、パニックに陥りがちですが、冷静さを欠いて状況も分からずに行動すれば敵の思うツボですし、かといって不確実性が排除できないからといっていつまでも行動しないわけにもいきません。冷静さと勇気を両立させるためには、ある程度の経験が必要で、これも実戦によって培われるというのは事実でしょう。名将と呼ばれる指揮官たちは、冷静さと勇気を兼ね備え、それによってチャンスを逃さず行動に出ることができました。また摩擦の中には兵士が恐怖して動けないことも含まれますが、兵士が戦場にあって強行をきたさないようにするためにも、砲弾の音や怒号、あるいは敵や味方の死への慣れが必要な面も否定できず、これは訓練では経験できません。ではやはり戦争を、実戦を経験していない軍隊は弱いという結論になるのでしょうか。そうではありません。最初に述べたように、戦争によって得られる最も有用なものは教訓です。軍隊の強さを測るのに、物的と精神的、
両面を見る必要があると言ったのも、先人たちが数々の戦史における先例からエッセンスを導き出し、原理原則を理論化したからこそ言えるもの。戦力は決勝点に集中すべきとか、兵端を断たれた軍隊は瓦解するというような原理原則は、時代が変わっても有効です。同様に、実戦をしていない軍隊は弱いのか、ということの答えを戦士から導き出される教訓に求めると、答えはイエスとは言えないとなります。実戦経験のない軍隊とは、野球に例えるなら、練習だけをして試合をしたことのないチームのようなもの。試合をしたことのないチームが強いはずはないという理屈から、一見もっともな気もしてしまいますが、仮にこの理屈が正しいのであれば、実戦をしていない軍隊は、戦士においても経験豊富な軍隊に敗北していなければなりません。実際に起きた戦争の歴史、戦士に基づかない理論は、机上の空論に過ぎない、と最初に言った通りです。それ以前に、実戦経験がない、とはどういうことでしょうか。軍隊という組織が戦争をしたことがないのか、個人レベルで戦闘に参加したことがない状態を言うのか、あるいは一定の期間、軍隊が戦闘をしていないことを言うのでしょうか。組織レベルで戦争をしたことがない、というのであれば、新興国の軍隊は全て弱いということになりますし、国家や軍隊の名称が変わった場合はどう判断すべきでしょうか。あるいは50年とか100年前に組織や国として戦争を経験したことが今の軍隊の強さに関係があると言えるでしょうか。また実戦といったものの戦争の規模や形態、地理的要因でも変わってきます。第一次、第二次世界大戦のような大規模な戦争と、小競り合いで発砲が起きる程度の紛争では、規模が違いすぎます。第二次世界大戦に参戦した経験があるというのと、数人規模の銃撃戦をやったことがあるでは、差がありすぎるでしょう。また、同程度の戦闘を行ったことがあるといっても、砂漠における戦闘か、森林における戦闘かで、また変わってきます。組織レベルで戦争をしたことのない軍隊が経験豊富な軍隊に勝利したという事例は戦士に多く見ることができます。例えば1945年に勃発した第一次インドシナ戦争。この時実戦経験豊富なフランスと戦ったのはできたばかりのベトナム民主共和国、後の北ベトナムです。フランスは第二次世界大戦でドイツに本土を占領されたものの、ドゴール将軍が自由フランスを組織してドイツと交戦を続けましたし、第一次世界大戦でも主要な交戦国の一つでしたから、組織としての実戦経験は豊富と言って良いでしょう。では実戦経験豊富なフランス軍は出来たてほやほやのベトナム民主共和国に勝てたのかというと、1954年に起きたディエンビエンフーの戦いに敗れ、第一次インドシナ戦争全体でもベトナムからの撤退を余儀なくされて敗北しています。他にも創設間もない軍が実戦経験豊富な軍隊を破った例は、フランス革命後のフランス軍、日中戦争における国民党、共産党軍などにも見ることができますから、組織としての実戦経験がない、あるいは浅くても戦争には勝てると言ってよいでしょう。続いて個人レベルではどうでしょうか。特に戦闘を行い、人を殺したことがあるという経験は、実戦における士気に影響しそうな気はします。ですが、2021年、20年続いたアフガニスタン紛争で、戦闘を経験した人が多くいたはずのアフガニスタン政府軍は、米軍が撤退すると、まともに戦うこともなく、タリバンによってあっけなく敗れ去っています。逆に2022年に、ロシアから侵略を受けたウクライナ軍は、米軍から直接支援を受けていないにもかかわらず、当初圧倒的不利な状態から持ちこたえ、あらゆる面で格上であったはずのロシア軍相手に互角の戦いを繰り広げています。ウクライナ軍の実戦経験をどう見るかですが、2014年から続く東部ドンバス方面でロシアと紛争レベルの戦いを行っていた実績はあっても、現在のウクライナ軍における数の上での主体は、ロシアが2022年に攻めてきてから総動員をかけた一般の国民。そのほとんどは戦闘の経験などありませんでした。となると、戦闘経験の有無と軍隊の士気に強い相関関係があるとは言えず、個人レベルの戦闘経験が
戦争の勝敗を分けるというわけでもなさそうです。地球人は某野菜星人のような戦闘民族ではないので、一度ドンパチをやったからといって闘争本能に目覚めたりはしませんし、士気という精神的なものを手っ取り早く上げる手段も存在しません。加えて戦争は個人技ではなく多数対多数の戦いですから、個人よりチームとしての強さが勝敗を決します。一般の方にとって理解しがたいのは、おそらく戦争におけるチームワーク、部隊の連動が下がることがあるということ。ドラゴンクエストやファイナルファンタジーなどのゲーム、とりわけ RPG ではゲーム内のキャラクターを主に戦闘に参加させることでレベルと呼ばれる強さを上げることができ、これは基本的に上がることはあっても下がることはありません。しかし現実の人間、部隊の連動は下がります。例えば海上自衛隊の行う防火や防水、火災や浸水の発生に対処するものですが、これは定期的に訓練をしなければ下がるからこそ、定期的に訓練をしなければなりません。実戦をしていればありとあらゆる訓練が自動的にできると思ってしまうかもしれませんが、防火や防水というのは火災や浸水が発生しないとやることがないわけで、それが戦場で発生しているということは多くの場合で敵の攻撃を受けたケースになります。それを海軍の全艦艇に経験させるというわけにはいきません。全部の艦艇がこれを実戦で経験しているということは、海上戦力の大半がすでに喪失したことを意味するわけですからね。かといって訓練をしていないと実戦で被弾した際に対処できず、そのまま沈んでしまいます。対艦ミサイルに対処する対空戦もそうです。そもそも敵に探知されたり敵の射程内に入らないのがベストですが、万が一攻撃された際に対応できなければ沈められてしまいます。かといって対空戦の連動を上げるためにわざわざ敵の対艦ミサイルの射程内に入るなんてことをすれば本末転倒です。対空戦にせよ防火防水にせよ、基本となるのが誰が何を担当するのか、発生した際にどこに行って何をすればいいのかということ。これは繰り返しやっておかないと身につかず、いざという時に混乱します。さらに船の乗員には必ず入れ替わりが発生するので、そのために訓練をしないと誰が何を担当するのかという最も基本的なことでつまずきます。実戦ではありとあらゆる事態に対処しなければならないため、実戦こそが最高の訓練になりそうな気もしますが、戦争全体はともかく部隊や個人単位で全てを経験できるわけではありませんので、実戦をやっている最中にあっても訓練を継続しなければ部隊の連動は維持できないのです。戦争を継続しているならなおのこと、戦争で得られた教訓を全軍に共有するためにも、教訓をもとに新たな訓練を行わなければせっかくの教訓を生かすことができません。実戦を経て百戦錬磨の部隊や兵士が出来上がったところで、彼らの練度は放っておけばどんどん下がっていきますし、配置替えや定年退官などで失われていきますので、得られた教訓を継承していくことは必須。何より実戦という命のやり取りを行えば戦死者も発生するわけですから、熟練の兵士を失うことにもなります。日本を例にとると、真珠湾を攻撃しアメリカと開戦した初期、実戦経験のないものが多かった頃の海軍では熟練の船乗りやパイロットにこと欠きませんでしたが、末期になると熟練者の多くを喪失していました。陸軍も同様ですので、旧陸海軍ともに実戦経験を積んでいなかった開戦前の方が末期よりも強かったと言えますし、開戦前の陸海軍に熟練者が多くいたのは十分な訓練を積むことができたからです。実戦だけやっていれば軍隊が強くなるわけではなく、部隊の練度維持向上のためには訓練が重要なんですが、訓練のための訓練となると意味はなく、どういったことを訓練すればよいのか、どうすればより実戦に近い訓練ができるのかといった教訓は何度も言うように実戦からしか得ることができません。ですがそれは必ずしも実戦をしなければならないというわけではなく、過去の戦争や他国が現在行っているものなどから読み取り学ぶことができます。なので実戦を経験していないからといってその軍隊が弱いとは限らず、教訓をもとにフィードバックを行い、兵器や兵士を揃え訓練を行い、兵団のシステムを整えるなど
戦力を整備し続けることが何より大事。最初に説明したように、戦場には戦場の霧や摩擦が存在し、これに対応するには訓練で得ることのできない実戦での経験が指揮官にも兵士にも必要になりますので、指揮官や兵士が完成されるためには実戦が必要であるかもしれませんが、戦争とはあくまで相対的なものです。要は相手より優位に立てれば良いわけですから、絶対的な尺度での強い弱いより特定の条件下で相手より有利であれば問題ありません。技術の発展や国際環境の変化により戦争は時代によって異なる面を見せますので、実戦経験豊富な軍隊にとっても新たに行われる戦争は常に未知のものですから、想定外なことは実戦経験が豊富であろうとなかろうと発生しますしね。また部隊の練度は転勤や退官といった人事上の都合により3年程度で失われますし、組織全体の経験も30年もあれば全体が入れ替わるため失われてしまいます。よって30年以上前の戦争の経験というのはきちんとした継承がなければ失われますが、過去30年以内に大規模な戦争をした国というのはそうそうありません。世界最強の米軍でさえ大規模戦争を行ったのは今から20年前の2003年のイラク戦争が最後。その後は非国家主体との非正規戦がメインですし、中国も大規模戦は久しく経験していません。ロシアの実戦経験はウクライナとの戦いで高まっているとは言えますが、それをもってロシア軍が開戦前に比べて急激に強くなったということもありませんしね。戦死者が出るだけでなく実戦を乗り越えて強くなる人間もいれば、逆に戦争による精神的ショックを受けたことでストレス障害を発症し、日常生活すらままならなくなる人も出ます。その他、経済基盤が戦争によって失われたり、戦後の国際政治における立ち位置がまずくなることで経済力などが低下し、国力が落ちたせいで戦争に弱くなることもありますから、実戦を経験することが国家やその軍隊を強くするとは限らず、その反対もあるってことです。第一次、第二次世界大戦でいずれも勝者となったイギリスの実戦経験は豊富ですが、以後イギリスの国力、軍事力は衰退しましたしね。実戦経験のない軍隊は弱いのかという問いに対する答えは、軍隊の進化は実戦をしてみなければわからないけれども、実戦をしていないからといって弱いとは限らないし、実戦をしたからといって強くなるとも限らないといった感じでしょうか。ここまでの話を聞いて、じゃあ自衛隊はどうなのと思われたかもしれません。自衛隊は総体70年近くの歴史で戦争を行ったことはありませんが、湾岸戦争やイラク戦争に間接的に関わったほか、北朝鮮の工作船に対して威嚇射撃を行ったことなどはありますし、実戦の教訓については米軍と協力することなどでアップデートを重ねています。また自衛隊になってからは戦争をしていなくとも、総体時に入ってきた自衛官の大半は旧軍の軍人ですから、実戦経験豊富な人たちが作った組織ではあります。特に海自は 99% が旧海軍の軍人でしたから、少なくとも実戦をよく知る人たちによって作られ構成され、その経験は継承されてきました。指揮官レベルでも上海事変や冷帝沖海戦、棒の岬沖海戦などを経験した帝国海軍の板谷高市中佐が後に海上幕僚長になったりもしています。こうした事実をもって自衛隊は戦えると言いたいのではなく、その進化は本当に実戦が行われてみないと私にも分かりません。ただし実戦をしていないことをもって自衛隊が弱いとか戦えないかというと、そうではないということです。実戦経験は大事な要素ではあっても、あくまで軍隊の強さを構成する要素の一つに過ぎないということはすでにお分かりかと思います。そもそも実戦経験とは具体的にどういったものを指すのか、ものすごくあやふやなものですし、そんなあやふやなものを持って軍隊の強弱を測るのは具体性に欠けますからね。実戦の教訓は実戦からしか得られませんが、実戦によって実戦経験のない軍隊が決して弱くないということも逆説的に証明できてしまうわけです。
ちなみにクラウゼビッツは理論と現実の事象が相反する場合、理論の正当性よりも現実の事象、戦士を重視しました。どうしてこんな動画を作ってまでこのテーマに言及したかというと、実践をしたことがないから弱いというのであれば、実践をすれば強いとか、強くなるためには実践しかないということになってしまうから。この理屈がまかり通ると、じゃあ30年に1回くらいのペースで戦争をやろうぜみたいなことになるかもしれません。また自衛隊が仮に実戦を経験したからといっていきなり強くなるかというと、実戦の規模や種類にもよりますが、そうはならない気がします。実戦に魔法のような効果は期待できませんし、軍隊が強くなるためには実戦からフィードバックして戦力を整えられるかということにかかっていますからね。え？私がちゃんとフィードバックできてるかって？そりゃもちろん逃げ足だけはバッチリよ。自衛隊をどのくらいの規模の組織にするか、どういった種類の能力を持たせるかということについて、政府や自衛隊だけで決めることはできません。常々言っていることですが、だからこそ国民の理解と支持が必要ってことですね。ということで今回はこれまで。フィードバックはぜひコメント欄で、チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけると、私の逃げ足にも磨きがかかります。サブチャンネルはそろそろ頑張る。多分。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。